マレーハコガメは、ハチュコカメモクイシガメカセマルハコガメ属に分類されるカメ。セマルハコガメ属の模式種。インド北東部、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ王国、バングラデシュ、フィリピン、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ラオス模式標本の産地は、アンボン島。種商名アイネンシスは、アンボン産ののい。セマルハコガメ属及び、イシガメカで、 最も広域に分布する。最大高長21.6センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。廃坑は上から見ると楕円型や卵型。円甲板の公園は尖らない。廃坑の色彩は黒や暗褐色。復興の後端には切れ込みが入らない。迫る箱亀属内でも蝶子街が発達し、 復興を売り曲げることで廃坑と復興後部の隙間をほぼ塞ぐことができる。復興の色彩は黄色や単光色で甲板ごとに暗色版が一つ入る。頭部は小型で粉板は尖らない。下顎の先端はわずかに針状になる個体が多い。頭部の色彩は褐色や暗褐色。黒で左右に三本ずつ黄色の筋模様が入る。卵は 長径四から四点六、短径三から三点四センチメートルとやや細長いか、長径五点七から五点八センチメートル、短径二点五から三点一センチメートルと細長い。付加直後の様態は、高長三点八から四点七センチメートル。元アッシュの変異が大きいこと、ギアッシュとアッシュジャワハコガメ分布の境界が不明瞭なこと。 アシュシャムハコガメの中間型という定義しかないこと、アシュビルマハコガメの有効性を疑問視する説もあることなど、分類上の問題がある。以下のアシュの分類は、タートルタクソノミーワーキンググループに従う。和名やアシュの分布、形態は、安川に従う。熱帯雨林気候やサバナ気候の地域にある、主に標高500メートル以下の平地や丘陵にある、流れの緩やかな河川、 地上、湿地、水路の周辺などに生息し、低質が泥で、水生植物の繁茂する、止水域やその周辺を好む。川口周辺にある、マングローブ林などで見られることもあり、水田や、ため池、用水路、プランテーションなどの人為的な影響が、大きい環境でも見られることもある。俗内でも、最も水生傾向が、強く、よく水に入り泳ぎもうまい。 中高生だが、水温が高い日は、白明白母性傾向が強くなることもある。陸生植物や水性植物、水草の葉、果物、キノコ、藻類、昆虫、節足動物甲、甲殻類、巻貝類、魚類、両生類の妖精などを食べる。水中でも、陸上でも採食を行う。生体は、植物質を好むが、幼体は、 生態と比較すると動物食傾向が強い。繁殖様式は乱生。飼育下では1回に1から5個の卵を年に2から4回に分けて産んだ例がある。卵は摂氏26度で79日、28摂氏29度で74から78日、30.5摂氏31度で47日で孵化した例がある。食用や薬用のペット用の採集。 油や心による水質汚染などにより生息数は減少している。1991年にはスラウェシ島だけで20万頭が食用に輸出され、アメリカ合衆国にはペット用として1994から1997年にかけて年あたり5000から9000頭が輸入されていた。2000年に迫る箱が目族単位でワシントン条約付属書2に掲載された。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主にインドネシアから洋体が輸入されているが、正規輸出された個体も密輸された個体も含まれていると考えられている。古くは太陽国やフィリピンから輸入されていたが、太陽国では爬虫類の輸出が禁止され、フィリピンは正常不安により輸出が停止した。ありがとうございます。